桂文恵、五代目、桂文恵、桂文史、1930年4月12日から2005年3月12日は、上方話か、上方の落語か。本名は、長谷川保津。六代目小福帝昇格、三代目、桂米朝、三代目、桂春団寺と並び。 昭和の情報落語の四天皇と言われ、衰退していた情報落語界の復興を支えた。大阪市北区天神橋筋六丁目に生まれる。父は宮大工だったが、大阪に移住してからは職を転々とし、造兵賞勤務の経験もあった。後一家は大正区三原屋に移る。1941年4月に、叔父の住む富山、当時は、 日本の私生活に移るも、1943年4月に大阪に戻り、大阪市立天皇寺商業学校に入学する。1945年3月には、神奈川県藤沢市の海軍伝則学校に入学し、当地で敗戦を迎える。天皇寺商業には復学せず、新中軍の施設などでアルバイト生活を送る。1947年春、おじの圧戦で、 大阪市交通局に就職。当初は二勤務。その後大阪市電天王寺社古の電気工場に配属され、運搬部員だった、ヤクラエツオ、後の三代目、カツラヨネの口利きで、趣味の踊りを習うため、日本舞踊万東流の名取でもあった四代目、カツラフに入門する。その後しばらくは、市職員としての席を置きながら、師匠が出演する予選に通って、 弟子修行を積み、二代目、桂あ芽、綾芽から、東大より会唱の講座名をもらう。1947年5月2日、大阪文化会館、後の大阪市立聖火小学校、1995年3月31日廃校の位置にあったにて、初舞台、演目は、小倉船。1948年に交通局を退職し、落語家専業となる。同年月、 恵比寿橋小畜に結集していた、情報落語家は、五代目昇福帝昇格と確出を、生じた丹波家九里丸が二代目、桂春ラハらを誘って、何は新生三遊派を旗揚げし、師匠の四代目文江もこれに同調した。この時綾やは死宿していた昇格について、勉強したいと申し出て文江と昇格が相談した、結果、綾やは、何は新生三遊派には加わらずに、 恵比寿橋し地区に残ることになった。分裂騒動は、あやめも加わっていた若手落語家グループ、サイズ理解の介入により、約1年で収束、関西園芸協会として合同したが、恵比寿橋し地区の番組編成に復帰した段わけ9リマルは、昇格の死去、1950年の後、自分に同調しなかったあやめを、一種返しとして、恵比寿橋し地区から締め出した。綾やは、 歌舞伎の林方、成物市への転向を余儀なくされ、寄林せ林三味線方の滝野光子の紹介で、成物の梅谷勝之助に入門、梅谷田三郎を名乗る。だが、1951年に、肺結核が発覚し、約2年間の入院生活を送る、対1953年2月、会議後に落語会に出るにあたり、桂あやめでは、立場上問題があることから、 寄せはし方となっていた、中田鶴士が、自らが話し方だった時の講座名である、小福亭鶴士を使うように計らい、講座に上った。この名前で、二、三回落語会に出た後、中田鶴士が四代目文江にあやめの復帰を持ちかけて、承諾され、1954年3月に三代目、桂ツラ上田に改名して、本格的に復帰した。 1957年の情報落語協会結成時には漢字の一人となる。この頃、昌文枝のほか、四代目、昌福帝四角、後の六代目、昌福帝昌角三代目、桂米長、二代目、桂福を治む、後の三代目、桂春段寺三代目、林屋染めを加えた五人を、情報落語五人男と呼ぶようになり、やがて、染丸を除いて、 情報落語の四天皇という呼び方がなされるようになった。1961年、この年始まった NHK の情報落語の会で天皇寺参り、立ち切れ先行など、後の18番のネタおろしを行う。次長、アンケラ宗谷はではこの年に千土地工業から吉本工業に移籍したとされる。ただし本人も記憶が薄いようで、同社の表現も 1961から2年頃と曖昧なものとなっている。4代目カツラブンクの情報落語誌では千日劇場の1963年10月中席に千土地の芸人として出演していたとの記述があり、2代目路のゴロベ衛も次女情報落語の話の中で1964年に千土地工業に属していた落語家の一人として将軍上田を挙げていた。 日、沢信也は、自らのブログ、落語クラウェブ編にて、吉本興業の資料、非公表の住所録に、同社入社日が、1965年5月1日と、明記されていた真相を究明した。1967年4月22日、初の独演会、昇文枝が楽た寄せを、日後橋の大阪は MCA で開催。 1971年3月29日、立川男子との二人会、西の小文枝、東の男子を、東京、虎ノ門の発明会館で開催。在京の小文枝ファンの努力で実現した落語会で、これがきっかけとなって、東京将軍枝の会誕生する。この会が支援する形で7月27日には、東京で初の独演会、夏姿。 小文枝人用が開催された。3ヶ月後の10月29日には、早くも、東京で2度目の独演会を開く。1984年1月、3代目、桂春団児の後を受け、情報落語協会が4代会長に就任。1994年まで務める。1984年10月9日、文楽の吉田美之助。 新内の新内江サシダユとのジョイント公演を大阪、御堂会館で行う。演目は、天神山。1986年、NHK 連続テレビ小説、との風に出演。1992年8月3日、五代目、桂文江を襲名。大阪、中野島のロイヤルホテルにて披露パーティーを行う。襲名披露公演は8月22日の。 神戸文化ホールを皮切りに、大阪、国立文楽劇場、東京、新宿末広亭など全国で開催。この時より出林を、それまでの、軒すだれから、狂わ単然に改める。1996年自助伝、アンケラ総ヤワを観光する。2004年4月18日、和歌山県新宮市の、新宮地域食用訓練センターにて、 キ伊産地の霊場と産経道の世界、遺産登録運動と連携した自作の新作落語、熊の参りをネタ下ろし。同年中に大阪、国立文楽劇場、東京、国立演芸場でも公演する。2005年3月12日、肺がんのため、三重県伊賀市の病院にて死去。万七十四歳没。法名、多方院、三森文江子寺。 墓所は印山寺。1月10日の大阪、高津宮での、高津の富が、最後の公演となった。2006年3月26日、高津宮に三代目、桂春男治が記号した五代目、桂文江の記念碑が完成する。2008年10月29日、朝日放送多在藩民放所蔵の音源、映像ソースから33席を厳選した、五代目、 桂ツラフが発売された。2012年3月、師匠、五代目文ミエ及び TBS 肖像の TBS 落語研究会映像ソースから11席を厳選した落語研究会五代目、桂ツラフ名演集がリリースされる。子息は落語家にはならなかったが、孫、三男の実子が落語家を死亡して、2015年に桂ツ金枝門家に入門。 同年6月13日、大阪市上東区で行われた落語会で、カツラの名で、ニューリアで、初講座オンだ。1980年代以降、何度か日本国外で講演を行った。落語にはめ物と呼ばれる、情報落語特有のおやしによる音楽を取り入れた演目や、女性を、主人公とした演目を得意とし、華やかで陽気な語り口が多い。 出がやしは、狂わたん小文家田時代は、軒すがれを用いていた。後に、桂三氏が継承し、六代、ふみえ襲名まで使用。生前は、吉本工業に所属。毎日放送の専属となり、テレビラジオ番組にも出演した。吉本では、漫才中心のプログラムの中にあり、どちらかといえば、 礼遇されていたが、有望な弟子を育てて、吉本の看板に育てた。吉本の幹部である、富井義則は、文枝さんにはお世話になりました。三子、金枝、文鎮、小枝とお弟子さんに何ぼ稼がしてもらった。わかりません。いや大恩人ですよ。と評価している。穏やかで優しかった反面、芸に対しては厳しく、弟子に対しても、鉄拳を振るうこともあった。 カツラキエダは、俺ほど師匠に殴られた弟子はいないと回想している。稽古に関しては、例えば情報落語の間と和歌山弁独特のイントネーションとの間で苦しんでいたカツラ文福や男性社会の中で構築された古典落語の壁にぶつかっていた女流の三代目、カツラあやめに新作落ちを進めるなど、弟子の特徴を生かした指導を行っていた。名跡のに関して、 弟子に桂ツ派の名跡の襲名、解明はあまり好んでいなかった。過去に大きな名跡を継いで苦労している落語家を見てきたため弟子たちには進めなかった。一門で襲名、解明を行ったのは、直弟子では、枝光、あやめ、うる、枝ひまるこの四人のみで、四尺、ザコバ、南光といった桂ツ派に、縁のある名前も一門の違う、米朝一門が襲名している。 当米、縁枝に関しても、東京の落語家が襲名した。弟子が、直々襲名したいと名乗り出ても却下している。例えば、金枝の文語や、文服の文在文等。大相撲力士の長谷川勝利、佐渡賀学部や、十一代目衆の山親方とは、おなじみ王子ということで信仰があり、3月の大阪場所の際には、長谷川は必ず、 組えたくを訪れちゃんこを振る舞っていた。立ち切れ先行、臨機の駒、船弁慶、三枚希少、堀川、百年目、タバコの日、五毛孫、口入れ屋、喧嘩長屋、うどん屋、高校等、盗人の仲裁、大丸屋、騒動、天の寺参り、植木屋娘、桑方、相撲の穴、相撲場風景、宿の地、全在校舎、東の旅、天神山、 三十国、神屑屋、道乱の孔介、稽古屋、軽技公爵、宿屋あだ、かか違い、加工、軽の茶漬け、くっしゃみ孔釈、小部弁慶、はてなの茶碗、地獄八景猛者儀、過激よ、菊江の仏壇、ストクイン、宿替え、米えげざる、実徳、大所、平林、高尾、親子茶屋、猿ごけ、土所崎参り、四人くせ、次の御用日、ジュ無、 牛褒め、土砂などにいつね、小倉船、鹿生団、土上置きづけ、黒黒鹿食もめん、七夜芝居、足のぼり、黒うとん、土猫の中心、辻浦茶屋、親子茶屋など。サナダの抜け穴、ヒルク用、トゲ抜き、地蔵、熊の参りなど。TBS の落語研究会の映像を DVD 化。販売元は、吉本 R&C。監修は、前田健治。 解説は、前田健二、京須智光、北村香織、上野明、熊野早玉大社宮司、立花の左近、桂三氏。多数の弟子を育て、その多くが落語家だけでなく、テレビタレントとしても活躍している。入門順孫弟子などの詳細は、文江一門を参照。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。